続いてはオノスタのコーナーです。今回は富士スバル渋川店の関さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。はい、今日は自動車保険のまとめ割についてお話ししたいと思います。ご家族でまとめて自動車保険に加入するとお得になるというものですね。はい、そうですね。弊社取扱いの損害保険会社では全てこの割引があります。渋川店が推奨販売する損保ジャパンの商品でこれ以降の説明をしますね。はい、お車を2台以上お持ちでご契約の保険識日と保険期間を同一にし1保険証券で契約することによって台数によって 3% から 6% 保険料を割引くことができます。これをノンフリート多数割引と言います。ノンフリートとは何のことなんでしょうか。はい、まずフリート契約とはご契約者様の所有・使用自動車の総契約台数が10台以上の場合の契約方式となりますので、我々が普段取り扱う自動車保険とは割増引率など少し仕組みが違います。そしてノンフリートとはフリートではない、つまりご契約者様の所有・使用自動車の総契約台数が9台以下の場合の契約方式ですね。先ほど申し上げたノンフリート多数割引とは2台以上のご契約をまとめていただくことで適用できる割引です。うん、車を複数台お持ちという方は必見ですね。はい、群馬県は1世帯あたりの自動車保有台数が全国的に見ても多い県であることはご存知かと思います。もちろん1台の世帯もあれば3台の世帯もあるかと思いますが、多くの世帯で2台を所有していると言えます。そうですね、お家の前に2台以上のお車が並んでいるというのはよく見る光景ですよね。そうですね、ご家庭によっては乗用車を3台それに軽貨物車を所有されているお客様もいらっしゃいますね。確かにそうすれば世帯で4台になりますもんね。はい、やはりお車を所有すればその分自動車保険もかけなければいけません。当然コストがかかります。ですので1回あたりの支払い額を少なくすることができる月払いを選択されるお客様も多いと思います。毎月収入のある方ならそちらの方が支払いはしやすいかもしれませんね。はい、保険料を分割払いでお支払いいただいている場合、ノンフリートの契約ですと 5% 分割割増がかかるのですが、2台以上1保険証券でご契約されたり、証券はそれぞれ複数であっても一定の条件を満たした場合は分割割増が不要になります。自動車保険の総額から考えると 5% というのは大きいですよね。はい、そして保証の重複などの見直しも簡単にできるので最適な保証でご契約できるため無駄をなくすことができ、保険料を抑えることができます。まとめることで全体が見えやすくなるということですね。はい、その通りです。それから継続の手続きの際に一件一件バラバラで加入していると自動車の台数分手続きが必要ですが、まとめていただくと手間だった継続の手続きが1回で済みます。手間や時間も節約できるんですね。たくさんのメリットがありますのでぜひお勧めしたいと思っています。ちなみに契約をまとめると支払い先もまとめないとと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は長期分割払い契約や約款が異なるなどの理由で複数証券で契約された場合には契約ごとに引き落とし口座を分けることができ、支払い方法も1件ずつ選択することができます。ですから家族でまとめて加入して支払いは各々の口座からということも可能です。なるほど、分かりやすくていいですね。はい、今回は損保ジャパンの商品であることを前提にお話ししましたが、渋川店だけでなく富士スバル全店舗でご案内ができます。ぜひご興味のあるお客様はお声掛けいただきたいと思います。気になる方は店舗の方までご連絡をお願いします。それから少し話は変わりますが、損保ジャパンでは自動車保険の証券と約款をウェブ証券、ウェブ約款にしていただくと年間240円割引になります。ペーパーレスになることで240円もお得になるんですね。はい、
これにより削減された費用で生き物が住みやすい環境づくりを行う地域貢献プロジェクトの活動に取り組んでいて、 SDGs の達成にも貢献することができます。お客様とともに環境保護と地域に貢献するウェブ証券、ウェブ約款をぜひ利用してください。はい、ウェブで証券が見られるということは、普段使っているスマートフォンでも大丈夫ですか？はい、損保ジャパンの自動車保険はマイページというインターネットサービスに登録することによって、契約内容はもちろん住所変更などの手続きも行うことができ、非常に便利です。災害があった時などでもスマートフォンは常に持っているものだと思うので、スマートフォンで見られるというのもありがたいですよね。はい、今回ご案内した内容は概要ですので、詳しい内容につきましてはご契約のしおり、重要事項説明書などをご覧ください。なお、ご不明な点は取扱い代理店の富士スバル各店舗、または引き受け保険会社の損害保険ジャパン株式会社までお問い合わせください。ここまで自動車保険について富士スバル渋川店の関さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。